豆をコリ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 ゆっくりとね、3割4割はすごい最高の点があるんです。ゴリゴリの乾杯になります。おはようございます、ミスター備長炭です。いきなりですけど今日これやります。手引きミルについて。皆さん手引きのミルにどういうイメージをお思いですか？まあ、持ってる人はまあ分かってると思うんですけど、多分多くの人がこうなんですよ。穏やかな朝に光が差し込んで、そういう風ファーッと受ける中、豆をコリ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 ゆっくりとね、豆を潰す感触を体感しながら、そして間近でね、潰された豆のね、匂いを直接近くで感じながら、素晴らしいひとときを過ごすと。皆さんこういうイメージを持ってると思うんです。実際そうである部分もそうです。そうなんですけど、これ僕はもう誰も言わないかもしれないので、捨て身の思いで今日言います。そういったイメージ、穏やかな時間を素敵に過ごすイメージ、もうそうっちゃそうなんですけど、これの3割4割は幻想です。これからちょっと買おうと思っている人とか考えている人にはちょっと残酷なことを言ってしまっているような感じなんですけど、もう完全に個人的な主観ですから、安心してもう楽しみながらこいつ何言ってんだぐらいの感じ見ていただければと思います。でなぜそうなのか、やっぱりね、大変なんですよ。引くの、引きまくるの、本当に大変。週1でとかならまあいいですけど、でもちろんいいはいいんですよ。その幻想って言った部分は3割4割とかなんで、なんか他の6割7割は本当に素晴らしい時間を過ごせるためのものなんですよ。ただあまりにもその幻想が過ぎるとちょっとがっかりしちゃうんじゃないかなとか、買ってからねとか、ホコリがかぶっちゃうんじゃないかと、せっかく買ったのにちょっと大変すぎてコーヒー続かなくなったらもったいないと思うんで、あえてこれは僕言おうと思って今日この動画を作ってます。コーヒーミルの種類はいっぱいありますよね。いろんなものが YouTube で紹介されてます。もう1000円台のものから2万3万ぐらいのものまでいっぱい紹介されてると思いますが、豆を引くシーンってやっぱどうしてもカットしちゃうんですよ。ずっと同じ映像が続くわけですから。でも本当に使う人、買う人、皆さんが一番関わる時間っていうのはそこなんですよ。その最中が一番まあ大変だったり幸せを感じる瞬間だったりするわけなんで、まあ、そこはどうしてもやっぱりカットしちゃうんですよね、編集中に。なんで、そういう幻想を美化しやすくなるというか、まあ、簡単に弾けてるように見えちゃうというか、と思ったんで、僕は今日手引きのミル弾くんですけど、まあ、これ弾いてる間の映像はもうノーカットでお届けしたいと思います。映像的にやっぱりあんまり面白くないものになってしまうかもしれないんですけど、これが真実だということで、真実の時間をそのままノーカットで弾いてる時間、お伝えしようと思いますんで、なんでもう手引きミルめちゃくちゃ毎日使ってるよとか、そんなもんへでもないぜみたいな猛者の方はもうすぐに他の僕の動画を見に行っていただいても結構でございます。そういう思いがあって今日は手引きミルの真実を、ザ・トゥルー。まあ、わーわー言うておりますけども、ね、それでも手動のミルってすごくいいものなんで、いろんなこの力が大変だったり掃除も大変だったりとかするのもあるんですけど、それらを簡単に吹き飛ばすぐらい最高の点があるんですよ。手動のコーヒーミルには素晴らしい点がありますんで、それも今日お伝えしていきますから、最初に酸いも甘いも知ってもらって、でそれを知った上でコーヒーを愛してもらうと、買うかどうか判断してもらう材料になればいいなと思って今日この動画をぶち込みました。まあ、つべこべ言わずに早速やってみようと行きたいと思いますんで、やってみましょう。はい、こんにちは。早速引いていきます。で今回2つ使います。1つはこの銀の縦長のコーヒーミル、1つはこの四角い、まあ、よく見るタイプの木と金属のコーヒーミルですね。これニトリで買ったもので1000円ぐらいで、こっちはすごく昔に買ったので3000円から4000、5000、6000円ぐらいの間のどれかだったと思うんですけど、一応ポーレックスっていうふうに、下に書いてます。こういうタイプで一番有名なものなのかなと思います、ポーレックス。この2つでちょっとやってみます。ではまず豆を入れるところからですね、先にこっちからやります。こっちはすごく握りやすいもの、どっちも 20g ですね。2人前で 20g 使う形でやってみたいと思います。すごい、これで全部抽出したんで、すごい入れづらいお皿にしちゃって、本来であれば、まあ何かしらのカップとかに入れてさーっとここに入れていくのが、望ましいです。やっていきます。ちなみに、今日使ってる豆は深入りの豆です。どっちかというと深入りの豆で、深入りの豆はめちゃくちゃ引きやすいです。これ今めちゃくちゃ引きやすいです。これで
で 20g 引き終わるのにどれぐらい時間かかるの？いいですか、この時間は例えば、毎朝とか2日に1回とかやる形になるんで、それを想像しながら、参考にしてもらえればと思います。こっちを回しちゃうっていうね。たった2人前ですかね、2人前でこのぐらい時間かかると。そろそろですかね、手応えが完全に薄くなるので、はい、終わりました、このぐらいね、なりますと。で、これがこっちを使った結果です。で、今度こっち、入れやすいです。ああ、いいです。やってみます。何回も言うようですけど、深入りの豆は引きやすいですから、比較的浅入りの豆はもっと引きづらいです。めちゃくちゃ硬いです。はい、終わりました、以上になります。で、一応どっちも中挽き、深入りの豆、それぞれ中挽きでやりました。パンパン、この木のタイプって結構この受け皿が小さいんですよね。20だと今のようにこうゴリゴリのパンパンになります。あ、でも割とすごくやっぱいい感じ引けますね。こっちはすごいドリッパーに移しやすいんですよ。こうさっきみたいな引き出しでバーッと、大きい引き出しじゃないんで、こうスッとさーっていけるんで、すっごいこぼれたけども、まあね。で、引き目はだいたい同じぐらいで調節したんで、まあそれぞれ 20g 引き終わりました。さあ、これ見てもらって、どうでしょうかと。朝にこれ結構もう今汗かいてるぐらいなんですけど、まあ合計 40g やったわけなんで、普段よりも多い量やりました。なんでこれ見てもらってちょっと参考にしていただければと思います。はい、お疲れ様でした。どうだったでしょうか。いろんな感想あると思いますけど、まあ、意外に簡単そうだったなとか思う人もいるかもしれないんですけど、まあ大変そうだったとか、まあ、何か思ってもらえればそれでいいかなと思います。完全に、ね、なんですかね、僕の主観も入ってたと思うんで、もう主観が筋力に影響してる可能性もあるんで、あくまで参考にしてくださいと、鵜呑みにせずに参考に留めておくと、そういったスタンスで、いろいろ知っていければいいかなと思います。で、私冒頭に言いました、いろいろ大変ですが、それらを全て吹き飛ばすすごくいい点が手引きのミルにあると。で、そのいい点っていうのは、手引きのミルはかっこいいということです。すごいね、もうかっこいいんですよ。これはもう 100% インテリアになりますから、どんなところでも、誰がどんな人が持とうが、キッチンとか棚の一部にあったら、これ 100% かっこいいんで、もう
100%、102% ぐらいかっこいいです。でも信じられないほどいろんな種類出てるんで、まあ、自分の好きなの探すっていうのもものすごく楽しいですから、コーヒーのライフを楽しんでもらえればよろしいんじゃないかと思います、まあ、結局のところ僕はコーヒーミル欲しいと思ってる人がいたら背中を押したいと、冒頭でも言いましたけど、いろいろ知った上で、買ってほしいと、そう思っております。そういうわけで今日はお付き合いいただいてどうもありがとうございました。またね。